人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀以上が過ぎていた。しかしあんな僻地のサイドに連邦の V 作戦の基地があるんでしょうか。あるよ。我々のザクモビルスーツより優れたモビルスーツを開発しているかもしれんぞ。暗号 CC2 です。見ろ、私の予測した通りだ。こちらが回収済みの客部になります。できる限り旧キットの雰囲気を壊さないようにしたつもりです。関節をボールジョイントやポリキャップ方式に変更することによってオリジナルと比べるとかなり可動範囲が広くなりました。ちなみにアンクルガードの円状のところに穴が開いているのは当初組み込もうとしていたジョイントが大きすぎて諦めた名残です。では実際の作業工程をどうぞ。膝関節を変更します。なるべく印象を変えない手持ちのマテリアルを使うという縛りの中で考えたのがオリジナルのモールドをくり抜いたところにウェーブの L ジョイント2を挟み込むというなんとも面倒な方法を取ることに決定。これに関しては絶対他にもっといい案があるはずというよりあるので、もしリベンジするときにはそっちの方法でさらに見た目の変化を抑えた作りにしようと思います。はい、いつものドリル&ビットで膝関節の丸モールドに穴を開けた後、それを5ミリに拡大します。無理にやると絶対折れるやつです。これL ジョイントを挟み込んでジョイントの端を光硬化樹脂で固定してやれば完成です。まずすね側アキレス腱部分に光硬化樹脂にてポリキャップを固定。特にポリキャップである必要はありません。ボールジョイントの受けができれば OK です。使用する関節パーツの大きさや形状などで目立たない取り付け方法を考える必要があります。可動域拡大のためすね先端は丸めてあります。くるぶし側はまずアンクルガードをタガネやデザインナイフを駆使して切り離します。仕込む関節が目立たないようアキレス腱部分は残しておきます。アンクルガードは関節に干渉する部分を形状修正しておきます。ガードはすねと足の間に挟むだけでフリー状態です。余談ですが、初めからこのやり方にしておけばアンクルガードは切り離すだけでよかった。太ももの膝側にポリキャップを仕込みます。太ももを伸ばした状態、曲げた状態でしっかりと位置を割り出し、両方で破綻のないようにします。位置が決まったら光硬化樹脂で固定します。プラ板で股関節ボールジョイントの受けを製作、接着します。ボールジョイントは余分な部分をカットしておきます。股関節の可動範囲拡大のため股関節部分を広げておきます。見栄えも考慮して逐一確認しながら行います。ポリキャップ軸を固定します。穴の底面をゴッドハンドさんのスピンブレードで平らにしておきます。ジョイントの座りやパーツの合いなどを確認します。問題がないことが確認できれば固定接着します。ボールジョイントを光硬化樹脂にて固定。力の加わるところなのでがっちりと固定します。太ももパーツ接着後、表側からも固定しておきます。以上で脚部の関節回収作業終了となります。とここに来ていきなりのコクピットの延長。
実は前回入れるのをすっかり忘れてました。腹部を延長加工したので、当然コックピット部分も延長の必要が出てきます。コックピットを3ミリ弱下方に延長加工します。エッチングソーなどでハッチ部分に切り込みを入れます。デザインナイフやニッパーで大まかに切り出します。ある程度切り出したらヤスリで成形していきます。アプローチしづらいので数種類のヤスリを駆使していきます。この後延長加工と新たにハッチを製作します。1ミリブラ板を 15×7.5mm で切り出してハッチを作ります。延長分を考慮して大きさ形状を調整して接着します。次にハッチ両サイドの突起部分を延長します。 0.5mm のプラ板を短冊状に切り出して、現物に合わせながら長さや角度などを決めていきます。大まかに角度を出したら少し余分にカット、再度確認して長さ角度を追い込んでいきます。同じ要領で反対側も製作します。この後延長部分とオリジナルのラインをつなぐ作業となります。延長部分を肉盛りする前に足付けのために表面を荒らしておきます。こうすることで後で持ったパテや樹脂などが剥がれるのを防止します。光硬化樹脂は割と剥がれやすいように感じます。さらに瞬間接着剤を塗布した上から光硬化樹脂を盛り付けていきます。一度にではなく何回かに分けて厚盛りしていきます。その後形状修正成形していきます。最後に表面処理をして仕上げていきます。他のパーツと仮組みして全体のバランスを確認、問題なければ完成です。向かって右側が加工後になります。上腕部分に回転軸を追加、肘関節はジョイントパーツを仕込んで後はめ化と耐久性向上を、手首にもボールジョイントを仕込んでいます。肩関節は引き出し式に変更して可動域を大きくしてあります。それでは実際の作業工程をご覧ください。手首にはコトブキ屋のボールジョイントの軸をカットして仕込んであります。パーツのダボに穴を開けて差し込み固定、さらに光硬化樹脂で固定しました。肘関節にはホビーベースさんの関節技スリムを加工して仕込んであります。これは見た目の変化を最小限に抑えることと手持ちのアイテムを使うということから、このやり方にしただけで正直面倒だし、普通に二重関節とかにした方が多少見た目が変化してもいいんじゃないかと思います。もっと動くし。加工の方はと言いますと、赤い斜線部分を削り取ってそこに関節を仕込みます。隣の完成見本と比べていただくとよくわかると思います。すんごく手間のかかる割に可動範囲はほぼ一緒という謎仕様。まず接着前にダボとピンを切除しておきます。続いて関節が入る部分を切除します。エッチングソーなどで切り込みを入れた後、パーツを折らないように斜線部分を切り出して成形します。切り込みを入れることで破損の防止と終端のライン出しを兼ねています。切り込みを入れた後接着、乾燥後に切断、成形することで破損リスクを減らせます。切れねえ。デザインナイフや各種ヤスリを使って成形していきます。うん、めんどい。本当におすすめしない。肘関節の加工終了後に上腕パーツを接着、回転軸追加工作を行います。エッチングソーなどで上腕をカット、後で肩関節を仕込むので本来の肩軸の穴から2ミリほど下でカットします。超切れる、最高。次に軸を設けるためにパーツの中を埋めます。
手っ取り早く角棒を突っ込んで接着しました。内寸と奥行きを計測、近い数字の角棒を接着します。せっかく測ったけど、ちょうどぴったりの大きさのがなかった。隙間にはパテや光硬化樹脂を充填しておきます。この後差し込むポリ軸の穴を開ければ完了です。革に肘関節の受けを仕込みます。今までの加工同様、ポリキャップを1ギメ、決定後に光硬化樹脂にて固定します。調整、成形して稼働を確認、問題なければ完了です。腹部を延長したのに合わせて腕部、脚部を延長加工します。まずは下腕から。ここは延長といっても袖口を伸ばすことで約2ミリほど長く見えるように加工します。プラストラクトの拡張アソートセットの中にちょうどいいサイズのものがあるので、2ミリ幅で切断したものを接着してあります。乾燥後に成形、修正して完了です。上腕に関節パーツを仕込みつつ1ミリ延長加工します。延長は肩関節側の切断面に1ミリプラ板を接着します。乾燥後に余計な部分を切除、成形、修正します。その後外側の外装のみ残してカット、光硬化樹脂を充填して土台を作成、ホビーベースのロールスイングジョイントを接着してあります。胴体側には引き出し式の関節を仕込みます。これまたホビーベースさんのロールスイングジョイント S を採用。オリジナルの軸の中心と仕込むジョイントの軸中心を合わせる形で設置します。引き出しができるよう軸穴を拡大、関節は内側に接着固定します。スイング部分に干渉しないよう、かつ必要最小限の大きさに開口します。ボディに接着の際、ジョイントのヒンジ部分が干渉して座りが悪いため 0.5 ミリプラ板でスペーサーを製作、スライチにして接着面積を増やしてあります。プラ板を張った面をボディ天面裏側に接着できるようにします。続いて肩取り付け穴を拡大します。肩をスイングさせた時に内側がもろ見えなので、関節前側にプラ板で作った目隠しを貼り付け、確認しつつ穴を拡大していきます。確認、調整をしつつスイングがスムーズにできるように加工します。問題なくスイング、関節の設置ができるようなら関節を固定して完了です。今回はここまでといたします。次回完成までをお届けいたします。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。君は作り切ることができるか。